次に亀崎議員の発言を許します一、はい、番亀崎君、はいえー、改めましてこんにちは一、えー、番議員の亀崎でございます 9時の順番により一般質問初日2番目の登壇を飾らさせていただきますまた本日は議会傍聴に足を運んでいただきました傍聴席の皆様方や各公民館等にてご観覧いただいております町民の皆様方に心より感謝と御礼申し上げますまた。 本定例会一般質問の動画配信を後日ご視聴なられます方々におかれましては最後までご視聴いただきますようお願い申し上げますしばらくの間私にお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます今日もしっかり執行部に対しまして貴重な時間を無駄にすることなく自分の思いを伝えてまいる所存でございますさて8月29日から30日にかけて熊本県や九州地方を襲った令和6年 台風10号は、本庁においては特段の被害は確認されなかったということで安心いたしましたが、全国を見渡しますと、死者や行方不明者を出す大変、死者を出す災害となっております。家屋への浸水、破損、川の氾濫や橋の崩落など、甚大な影響をもたらしました。まずもって、犠牲になられました方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、 被害にに遭われまましした皆様方にお見舞い申し上げます一日も早い復旧復興がかないますよう切に願っておりますさて9月の第3月曜日は敬老の日ですもともとは9月15日と定めておられました平成13年の祝日法改正により平成15年から9月第3月曜日となりました敬老の日の制定には兵庫県高郡野俣に村 現在の、えーえー、高町で、えー、1947年昭和22年9月15日に村の主催で敬老会を開催したのが敬老の日の始まりとされております。これは野渡村の村長であった当時の門脇正雄氏が老人を大切にし高齢者の知恵を借りて村づくりをしようという趣旨から開いたもので9月15日という日取りは 期にあたたり気候も良いいこことととからら9月中旬といううでで決められたそうです昭和22年当時は戦後混乱期にあたり子どもを戦場へ送った親たちも多く精神的に疲労されている姿から門脇村長はそうした親たちに報いるべく養老の滝の伝説にちなみ9月15日を年寄りの日とし55歳以上の人を対象に敬老会を開催されました。 その後、門脇村長は兵庫県の各市町村に呼びかけ、敬老会活動の輪を広げて活動され、1950年、昭和25年、兵庫県は年寄りの日を制定されました。その後、昭和38年、老人福祉法では、9月15日が老人の日、9月15日から21日までが老人週間の日として制定をされております。また、 昭和41年国民の祝日に関する法律により敬老の日に制定されると老人福祉法でも老人の日が敬老の日に改められました敬老の日は国民の祝日に関する法律第2条によれば多年にわたり社会に尽くしてこられた老人を敬愛し長寿を祝うことを趣旨とされています現在では門脇村長旧 野間谷村の取り組みがアメリカをはじめ多くの国々に精神、多くの国々に用いられ、その精神を受け入れられ、記念日として設けられています。私たち議会議員や執行部は、子どもたちや若年層はもとより、これまで古屋町の礎を築いてこられた高齢者の方々の声に耳を傾け、過去の歴史や風習、伝統文化といったものを、 今後のまちづくりのヒントとして得て、ヒントとしとヒントとしとして得て。今の時代にイノベーションして、新たな付加価値を与え。次の時代につなげていく取り組みが必要だと考えます。高齢者の住みやすいまちづくりを目指して、一人も取り残されない。社会の実現に向けて。本日は子どもたちの通学支援の充実と。高齢者等の移動手段の確保について、一般質問させていただきます。 それではこれより、和屋町議会定例会会議規則第61条第2項の規定によりまして、先に通告しておりました一般質問通告書に基づき、一般質問いたします。質問事項1、公共交通について、用紙1、町内在住高校生が近隣市長の高校へ通うのに必要な時間、行きたい場所へのアクセスなどで通,通学しづらいといった交通の不便さがある。 地域間の格差を解消し、誰もが等しく教育を受けられ、気兼ねなく通学するのに対して、補助金等を含め、町としての考えについて問う。要旨2、近年、過疎地の住民や観光客の移動手段としての輸送サービスとして、ライドシェアが政府や一部の自治体で検討および実施されているが、本庁独自のライドシェアの導入は検討されているのか、今後の方向性を含め問う。要旨3 高齢者等の外出促進と移動,支援移動の支援を行うために令和3年度、和屋町高齢者ハンドル型電動車、あ電動車、電動購入費補助要項を策定し、シニアカーに対する補助に取り組んでおられたが、設立の経緯や目的、町としての今後の考えについて問う。これで1回目の質問を終わりますが、執行部におかれましては、 答弁は簡単明瞭でとな、簡単明瞭な答弁をいただきますようお願いします。再質問以降の質問は質問席より行います。執行部の答弁を求めます。町長石原君。 それではご質問,にお答えします質問事項の1、公共交通について、質問の用紙、1、町内在住高校生が近隣市町村の高校へ通うのに必要な時間、行きたい場所へのアクセスなどで通学しづらいといった交通の不便さがある、地域の格差を解消し、誰でも等しく教育を受けられ、気兼ねなく通学するのに対して、補助金等を含め、町としての考えについて問う、についてお答えします。 町内在住の高校生が、近隣市町の高校へ通学するための交通手段につきましては、自転車や原付バイクによる通学のほか、公共交通機関である路線バス、そして私立高校におきましてはスクールバス、さらに家族の送迎などにより、近隣市町の高校に通学されている状況です。 路線バスにおきましては、近年の利用者数の減少の影響を受け、路線の統廃合が行われるなど、名古屋町内を運行するバス路線は、多摩現在、多摩名山鹿線が2路線、山賀南間線が1路線、植木菊水路萬間線が1路線の計4路線となっております。通学に利用できる路線バスの現状につきましては、 山賀バスセンターから JR 玉名駅を結ぶ玉名山鹿線におきまして、得たバス停を発着する路線バスで、玉名市方面行きは午前7時台が2便、山鹿方面行きが1便運行しています。三河地区においては、南関町と山鹿バスセンターを結ぶ山鹿南関線において、三河支所入り口バス停を発着する山鹿方面行きの路線バスが1便運行しています。 県内外の私立高校では学校独自のスクールバスを運行することで通学にかかる利便性の向上や生徒の獲得を図られておられますまた運行エリアも幅広く展開し複数の路線を走らせるなど遠方からの通学に対しても不安なく高校生活を過ごすことができるよう配慮されているようです通学に対する補助金については 県内の自治体においてもバスや電車の通学定期券に係る補助などを実施している市町村もございますのございますが、まずは他の自治体の状況を把握し、本庁における補助制度の必要性を踏まえ調査研究を進めてまいります。次に質問の用紙（括弧 ２） 近年過疎地の住民や観光客の移動手段としての輸送サービスとしてライドシェアが 政府や一部の自治体で検討および実施されているが、本庁独自のライドシェア導入は検討されているのか、今後の方向性を含め問うについてお答えします。一般ドライバーによる優勝でのライドシェアサービスについては、これまで実現することができませんでしたが、近年の社会情勢を踏まえ、本年4月から限定解禁された2つのライドシェアが許可されております。 一般ドライバーが自家用車を使い、有料で乗客を運ぶサービスである日本版ライドシェアは、本年4月以降、東京、神奈川、愛知、京都、長野の全国5都,道都府県で先行実施され、都市部を中心に導入地域が拡大しており、九州においても本年5月に福岡市と周辺自治体の8市7町で構成する、 福岡交通圏でも運用が始ままっておりますライドシェア導入の要因は様々でございますが、都市部ではタクシー運転手の人手不足による台数不足を補うため、日本版ライドシェアを導入する地域が拡大しているようです。二つ目が、自治体版ライドシェアです。自治体や NPO 法人、一般社団法人などが運営主体となり、 交通空白地域でのみ運行が許可されています住民のニーズに応じた柔軟なサービス提供が可能となっており複数の自治体で導入実証している自治体がございます名古屋町では平成29年度より乗り合いタクシーあいのりくんが地域の皆様の移動手段として運行しており令和5年度におきましては 登録者数人延べ利用者数は7437人と年々あいのりくんの利用が増加してきている状況です本年度は国土交通省の競争回す実証プロジェクトのモビリティ人材育成事業の採択を受け地域公共交通の課題解決や福祉事業の推進を図るため公共交通と福祉を 掛け合わせた先進事例の勉強会や視察研修などを開催し関係者の知識の習得や人材育成を進めていくこととしておりますライドシェアの取り組みについても競争マースの取り組みの中で勉強する機会を設け新たな可能性として調査研究をしてまいりたいと考えております次に質問の用紙カッコさん 高齢者の外出促進と移動の支援を行うために、令和3年度、名古,屋町名古屋町高齢者ハンドル型電動車椅子購入費補助要項を策定し、シニアカーに対する補助に取り組んでおられたが、設立の経緯や目的、町としての今後の考えを問うについてお答えします。本事業については、新型コロナウイルス感染症の影響で、 本庁のみならず全国的に高齢者の通いの場の休止や利用控えなどにより外出機会が減少し閉じこもり傾向が心配される中に実施した事業となります事業の実施にあたっては町内の高齢者のニーズを把握するために令和2年11月に自力で外出が可能な自立度が比較的に高い養子園1 2相当の高齢者、および要介護1の認定者、合わせて458名にアンケートを実施し、294名から回答をいただきました。アンケートの中に、どのような移動・外出支援があると安心して在宅生活が遅れる,かと,思います遅れると思いますかの問いに対し、21名の方がシニアカーの購入などに関し、 補助の有効性を回答されましたこのような結果を踏まえ、補助の必要性があると判断し、令和3年度に名古屋市高齢者ハンドル型電動車、電動車いす購入費補助要項を制定し、また財源としましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、事業を実施いたしました。 先のアンケートによるニーズ把握により潜在的なニーズも含め30名の購入希望者を想定し補助金額は購入費用の1 2分の115万円を上限と設定しました実績としまして13名の方が本事業を活用されシニアカーを購入されました交付決定者は実際、えー、すみません 交付決定者は想定の30人より少ない結果となりましたが、高齢者の移動支援を行い、高齢者の介護に頼らない、元気で自立した在宅生活の維持に一定の効果が得られたと認識しております。しかし、対象者450名に対し、実際に本事業を活用された高齢者の方が13名と想定よりも少ない状況でありましたから、 継続した事業の優先度は高くないと判断しているところでございます以上になります他に質問ありませんか一<長>番亀崎君はい。答弁いただきました、えー、それでは再質問に入りたいと思います まずはじめに、用紙1についてでございます。今年の2月の5日に初めての子ども議会が開催されました、その際の質問にもです、ね、高校へのアクセスの不便さについて質問がありました、また私もです、ね、以前、一般質問の折にです、ね、あいのり君の高校生の通学する時間帯がです、ねまあ、現在8時からというふうなところを、7時ぐらいまで。 緩和していただけないかなというふうな趣旨のですね質問をさせていただいたところでございます。まあ、本庁におきましては、えー、まあ調就任以来まあ、入学祝い,い金の創設とかですねさまざまな支援をいただいておることについては承知はしております。まあ、そういった中でですねまあ、今回、えー、通学への補助はできないかというふうなところで、えー、まこれからいくつかの質問をさせていただければと思います。まずはじめにあの。 本庁の高校生の人数について、えーまあ、分かる範囲で構いませんので、えー、教えていただきたいなと、まあ、例えばさ山川方面に何名、玉名方面何名、熊本方面何名、大牟田方面何名とか、まあ、もし分からないならあの、高校生の人数だけでも構いませんので、えー、教えていただければと思います、お願いします執行部の答弁を求めます。 学校教育課長中原君はい、えー。ただいまの亀崎委員のおご質問にお答えいたします、えー、高校生の人数ということでしたがあの、えー、名古屋町の中学生の直近のですね直近と言いますのが令和5年度の卒業生、えー、を地進学地を地域別に申し上げたいと思います、えー 一番多い地域が大牟田市でございまして、えー、生徒70人中25人、えー、率にして36%でございます、えー、次に玉名市が17人、えー、率で24%、えー、熊本市が11人、えー、率で16%の順となっております。以上でございます はい、えー、失礼しました、えー、山川方面を申し上げますと、えー、10名でございます、えー、率で14%でございます以上です他に質問はありませんか一、はい、番亀崎君はい、えー、答弁いただきましたまあ先ほど町長の答弁でもですねまあほとん結構あのスクールバスで通学されている方が多くいらっしゃるというふうなこともございましたでまああの ま近年はです、ね、高校の授業料についても、効率は無償化され、まあ、私学についてはです、ね、まあ、ある程度年収に応じては無償化されているところもございます、まあ、年収によって金額は変わってまいりますけれども、まあ、そういったところで、ただです、ね、やはりその、まあ、先ほど、大牟田正面は70名の子どものうち36%、えー、おそらくほとんどが私学だと思うんですよね、スクールバス。で えー、あと熊本市方面、まあ、11%ということで、あのーまあ、在普通のです、ねえー、既存のバスでもし利用されていかれているとすれば、玉、え、名、ー、市の17人、山梨市の10人、まあえー、合計すると約38%というふうな形になってくるのかなと思いますけれども、まあ親、親ですとか、まあ、家族はです、ねまあ、子どもが行きたいというならです、ね、まあ、どこのどこ学校でも通わせてあげたいというのがまあ親心だと思います。 まあ、そうした中です、ね、まあ、先ほど町長の答弁でもございましたけれども、まあ、三河地区から山鹿方面にはです、ね、バスは通っておりますけれども、まあ、玉名市方面には、えー、バスはございません、あのー、私の周りもです、ね、結構あの、えー、三河地区からはです、ねあのー、先ほど言われた大牟田方面ですとか、あのー、私学で行かれる方が結構多くいらっしゃいます、あのーまあ、そのようなことこそ近年、やはりその、まあ、公立校離れというのが加速しているのかなというふうにも感じます。 またですねあのいろんな学校、現在、特色凝らして、さまざまな取り組みをされておられます、朝加害の実施とかというところもやっているところもございます、そうなると、先ほどえ7時の大便が、ああ菊水でえ玉梨方面が2便、山鹿方面が1便、三河の方から山鹿方面が1便と、間に合わないんですよね、7時にえ菊水本町、三河師匠。 に来られても間に合わない、バスに乗って学校に着いて、学校で勉強する、その朝佳がの時間にです、ね、間に合わないというふうなことからです、ね、あのまあ、親ですとか祖父母の送迎というふうな形が入ってきているのかなと思います。あの令和6年3月に、古屋町地域交通、地域共公共交通計画というものが策定されております。えー この中で、平成19歳以下の通学時の移動手段としまして、自転車では19%、それからバイクは9%、で一番多いのがです、ね、家族の送迎、これが26%になっておりますであの。路線バスの利用については1、1%あるかないかというふうなところが、この計画の方には書いてありましたけれども、まあ、私たちが以前、学生の頃はですは、ね、よく自転車で、集団でですね、 まあ先輩、後輩と一緒になって、もしくはグループでですね、登校をしておりましたけれども、やはりあの少子化によって、その地区に1人しかいないとか、もしくは学校方面に行くときに、あまり子どもがいないというふうなところで、なかなか自転車で行こうと思っても、防犯面とか、また距離あたりを考えますと、非常に難しいなというふうなところで、この送迎というところが増加しているのかなというふうにも感じます。えまあ子供の送迎はですね まあ子どもが選んだ学校でありますので、その家族が面倒を見るのは当たり前というふうに思われる方もいらっしゃるかと思いますけれども、やはり近年、送迎に伴いますガソリン代の高騰、それからですねそれによるまあ経済負担、それからあの朝、夕の時間帯の送迎によるまあ時間的拘束、さまざまなですね負担がそのご家族の方にのしかかってまいります。本庁は出生率も結構比較的 増えてきておりますので、そういったなことを考えるとです、ね、まあ、なかなか1人の家庭で1人のお子さんというふうなことよりも、まあ、2人、3人というふうなところもございますので、えー、子どもを1人残して、えー、1人の親が子供を残して親が送迎に送るというふうな家庭も出てくるのかなと思います、まあ、そういったさまざまなです、ね、負担が家族にのしかかってくるのかなというふうに思います。ままたた先ほどお示しました住民、えー 名古屋町地域公共交通計画の住民アンケートでは学校の送迎等の実態体として回答されたうちの7割が送迎に対する負担が大きいと回答されておりますまた同アンケートでは路線バスや愛乗りタクシーでなく時間や場所など自由利用ができるタクシーを活用し タクシー利用に対する助成を充実させるべきだという回答が、まあ、本庁全体で、えー、そうは思わない、まあ、3%と比べて、えー、そう思う41%、ややそう思う20%と、まあ、6割を超えているというところで、まあそのえー、路線バス、愛乗、えー、りタクシーの時間、場所の制限がありますので、まあ、その辺のですね、えー、を充実していただきたいというふうな意見が、6割を超えておるというふうなところでございます。 私はです、ねまあ、こういった地域間の格差の解消まし、まあ、誰もが行きたい学校に気兼ねなく通えるように、まあ、町としてもバス、それから電車の定期券の補助、ま,あ、またです、ね、送迎に伴う燃料費補助ですとか、まあ、タクシー利用の補助といったものが検討できないかどうか、ちょっとお伺いいたしますけど、よろしくお願いします執行部の答弁を求めます。 町づくり課長、野田くん、はいえー、ただいまの亀崎議員のご質問についてお答えいたします、えー、まず、えー、現在は他の、えー、自治体の状況を調査研究している状況でございます、えー、また、他の自治体の方ではバスや電車の通学定期券の購入にかかる補助金や 原付バイクや自転車などの通学用具の購入にかかる費用を補助している市町村も見受けられます県内でもいくつかの団体がそういった補助を行われておりますのでまずは他の市町村の状況などを把握しながら必要性等について検討していきたいと考えております以上になります他に質問ありませんか一番亀崎君、はい、答弁いただきました あのまあ、それから本庁もです、ねまあ、玉名市ですとか山梨さんと定住自立圏というふうに結んでおります、まあ、そういったあの枠組みの中でもです、ねまあ、今後あの、えー、循環バス、まあですね、例えば玉名高校ですとか玉名工業、仙台玉名、仙台熊本ですかね。えー、それから 多摩農業、まあ、北陵高校、まあ、そういった多摩方面の高校ですとか、えー、それから山側の方の高校、そういったところにです、ねまあ、循環バスを通せるように、えー、定住自立圏あたりでご検討いただければなと思いますけれども、いかがでしょうか執行部の答弁を求めままちづくり課長、野田君。はいえー、ご存知のとおり、えー、当庁は多摩市。 玉東町、南関町と玉名県域定住自立圏強制ビジョンを、そして山鹿市と山鹿市名古屋町定住自立圏強制ビジョンの協定を締結しております。それぞれの強制ビジョンでは、地域公共交通について、公共交通の利便性向上、および活性化に関する方針を行っております。定住圏は 中心市と周辺の市町村が生活に必要な機能を確保し、連携・協力することで地、地方圏における定住の受け皿を形成することを目的として定められた制度です。このようなことから、当庁といたしましても、今後もこの協定を有効に活用して、持続可能な地域公共交通網の形成に向けまして、近隣の市町村と協力して、機能強化や利便性の向上、 そして、活性化のため課題を調査し、取り組みを行っていきたいと考えております。以上になります。他に質問はありませんか一、はい、番亀崎君はいえー答弁いただきました。あのまあ、多分本庁に限らずですね。えー、まあ、その周辺地域においても同じような課題が出ているのかなと思います。まあ、そういったところでですね。先ほど申し上げました定住自立圏の枠組みをですね。 もし活用、検討いただけるならです、ね、えー、まあ本庁の子どもたちに限らず、その周辺の玉梨さんであったりとか、また通学で通る山梨さんであったりとか、そういったところの学生さんもうまくこう運搬できるのかなというふうに思います、まあ、そういったところを執行部の方でです、ね、今後、検討していただければと思いまして、次の方の質問に移らさせていただきます。 用紙2のライドシェアについてでございますまあ、先ほど町長々の答弁にもございましたけれども、えー、本年の4月から日本版ライドシェアが解禁をされております新たな移動手段になりうるかが非常に注目を集めておりますまあ、そういった中でですね、今回そのこのライドシェアを取り上げさせていただいたのはまあ、先ほど都市型の日本版ライドシェアというところもご答弁いただいたところでございますけれども、えー、自治体版のライドシェアというところをちょっと、えー 検討いいいただけないかなかというとうこ,、えー、こ,この,あのライドシェアというものはです、ね、もともとはあの、えー、地域での交通弱者にとって有益なサービスになるものとして期待されて、今回、日本での導入というところを4月から検討されておりますけれども、あの自家用車による営利目的の運行は今まで,です、ね、違法とされておりました。 一般ド,リアドライバーによる優勝でのライドシェアは提供できなかったというふうなところでございますけれども、近年、そのような辺の規制緩和がなされておるというふうなところでございます。そういった中で,で、今後、政府は自治体版ライドシェアの拡大というふうなところで、関連補助金を充実させていきたいというふうな後押ししたい旨を伝えております。ままたたこれれでタクシー事業者など運送主体ををされていたものをです、ね 郵便局、農協、それから観光協会、商工会といったところを想定し、運転手につきましては、まあ、先ほど述べた組織の職員ですとか、住民の方が担う、まあ、そういったところで,です、ね、過疎地においても、そういうライドシェアの運送主体として活用していこうというふうなところを想定されておられるみたいでございます。そういったところで,です、ねその えー、まだまだ走り出した新しい試みではございますけれども、まあ、公共交通の空白地域、まあ、特にです、ねえー、春富航空あたりはバスが、えー、通っておりませんし、えー、時間帯によってはです、ねまあ、1時間、2時間に1本というふうなところも多々ございます、まあ、そういったところで、えー、そういった公共交通のです、ね、空白地帯、 の解消ですとか、また高齢者の方々の買い物移動手段、また先ほど述べましたように、まあ高校生のですね、まあ通学支援、そういったものに私はこの自治体版ライドシェアも、えー、ぜひ検討できないかなというふうに思います。えー、まあ執行部におかれましてはメリットデミデメリットさま様々あるかと思いますけれども、検討に向けて作業部会等は申請できないかいかがでしょうか。執行部の答弁を求めます。 町づくり課長野田君。はい。ただいまのご質問についてお答えいたします。まずライドシェアを実施するにあたりましては、既存の交通機関の推奨は前提にありますので、今回の課題であります、例えば通学時間にかかる空交通空交通空白期間、このためをこれを埋めるためにまずタクシー会社が営業できるのか。 それからバス会社が運行拡大できるのか、それから相乗りくんが拡大運行できるのかなど、既存の交通公共交通機関を最大限に生かすために協議検討していくことがまず重要かと思います。その後既存の公共交通機関では補填できない場合に、ライドシェアを含めた交通手段の新規参入を検討していくことになると認識しております。 ライドシェアを検討するにあたりましては、本庁でも公共版ライ自治体版ライドシェア、活気しているのではないかと思われますが、実施主体の検討や運賃、それから安全体制の確保、慎重に協議をしながら進める必要があると考えております。よって関係各所との協議、先進地の事例調査研究に努め、本庁にあった交通施策を調査研究してまいりたいと思っております以上になります。 他に質問ありませんか。一番亀崎君。はい、答弁いただきました。あの私もですね、先ほど述べ、えー、冒頭申し上げましたが、相乗り君の運行時間の拡大とか、まあ、そういった形でですね、まあ、今のライドシェアの話もそうですし、まあ、えー、通学者に対する補助金の創設もそうですけども、さまざ、あ、まなですね、えー、手立てを講じて増額、まあえー、講じていただきながら、そして。 えー、執行部の方ででは、ねえー、検討を重ねていただいて、統廃合できるとか統廃合しながらです、ねえー、運行がうまくいければなと、そしてあの、えー、皆さんが利用しやすい航空コースになればというふうなところでご質問させていただいたところでございます。えー、ぜひです、ね、その辺十分精査さ,せて、えー、されながらです、ね、進めていただければと思いまして、えー、次の質問に移らさせていただきます。えー、3シニア化にに対すする補助の取り組みについいてて伺っていきます、まあ えー、先ほどですね長の答弁の方にもございましたけれども、まあ本事業は令和三年のまあ、えー、一時的な次元措置として運用をされておりました。あのー、当初確かあの創設するにあたっては、えー、その先ほど。 13名の方が購入をされたということでございましたけれども、購入するにあたって講習会を受けるようになってたかと思うんですけれども、その講習会、信やかの講習会について実施をされたのか、その回数とか、その後の反響等があれば、教えていただければと思います執行部の答弁を求めます福祉課長、荒木君。はい ただいま質問ございました、亀崎議員のご質問にお答えいたします。本事業を活用しまして、シニアカーを購入された令和3年度末の令和4年3月3日に三河公民館公道にて、また令和4年3月11日に中央公民館大会議室にて開催をしております、講習会の開催をしております。三河公民館への参加者が、実際購入された方が5名。 そのご家族が2名、中央公民館への参加者が購入者4名、そのご家族が1名でした。また、指導的立場として、玉名警察署交通課のご協力と、実際、シニアカーのメーカー、ヤマハ、スズキの担当者に、実際、指導をお願いしております以上です。 他に質問ありませんか一番、亀崎君あの。この講習会というのは、あの毎年実施なんですかね、あのそれともその購入されたらその購入に伴って、その年に1回受けて、その後はあとは不要ですよというふうな形だったんでしょうか執行部の答弁を求めます。福祉課長荒木君 当初の予定では、実際、この事業を開始する際にあたりまして、まず1回、講習会を開催しようというふうに計画をしていたということでした、で実際、その講習会の状況を実際、開催をしてみまして、一定のまあ役割としては、もうこれを定期的にするというところまではです、ねえー、決定をしなかったというところでございます。まあ、1回の講習会である程度効果を得たと いう判断をしております。<laughs> 他に質問はありませんか。一、はい、番、亀崎君。はい、ええー、答弁いただきました。まあ、あの一回の効果が、大体得たんじゃないかなというところで。えー、まあ、その年に開催をされて、まあ、その後はされてないというふうなところで認識しておきます。あのー。えー、っと。 小学校でもです、ね、毎年自転車の利用によるあの講習会というのが学校の方で毎年、えー、自身が乗る自転車を持ち寄って、えー、講習会というのが開かれております。であのーまあ、確かにその1年間でのみの時限、ね、措置だったと思うんですけれども、まあ、私はもし、えー、よろしければ当時、えー 参加者が9名いらっしゃったということでございますけれども、あのもし利用者がいらっしゃればです、ねえー、もう一回、えーまあ、定期的に、えー、そういった公営講習会等をです、ね、開催していただければなというふうに考えます。といいますのも、えー、やはりあの近年あの、シニアカーの高齢ドライバーの方の事故とか、 っていうのも増えてきるという来ているというふうにニュースとかでもですね拝見したりもしますあのまあそういった啓発活動の一環としてですねそういったその講習会の実施というふうなことができないかどうか伺います執行部の答弁を求めます福祉課長荒木君はいただいまのご質問にお答えいたします。 まず冒頭、長所からもありましたように対象者となる見込みが約450名に対して実際13名が購入されたということで絶対的に購入者が少なかったということもありますがそれとあと実際、安全運転講習を開催する際にメーカーや販売店の協力が得られるかというようなところもございます。また現在 まあ13名購入された方のその後の現状というのは把握しておりますが、その購入された方たちのご要望だったり、実際それ以外で購入されている方たちのご要望、ニーズ等も、まずは把握させていただいて、必要か否か等も検討させていただければと考えております。以上です他に質問ありませんか。 以上1番亀崎君、はいた、えー、ただきました、えー、そうですね、まあ、購入されていらっしゃる方ですとか、また、えーまあ、この事業を活用せずにです、ね、購入されてらっしゃる方もいらっしゃると思います、まあ、そういった方々のニーズを的確に捉えながらご検討いただければと思います。あのーまあ、非常にです、ね、私の周りの方々があの、この制度です、ね、まだあるっていうふうに思ってらっしゃる方も中にはいらっしゃいます。えーで あのまあ、私自身、これ、非常にいい取り組みであったんじゃなかろうかって、まあ、確かにの利用者はです、ねまあ、13名であったというふうなことではございますけれども、いい取り組みであったのかなというふうに思います、まあ、今後もです、ね、継続していただけないかなというふうに思うんですけれども、あの当初、まあ、コロナの給付金あ、コロナの補助金を活用されて、まあ、その高齢者の方々がコロナによって、通いの場が、えー、休止したりですとか、利用控え。 それから外出機会が減少されたりというふうなところで、先ほど町長が補助の制度を設けられたというふうなところでございます。今後ですけれども、まあ、この制度をです、ね、町がそれらまあ社会造成、まああのー、ですけれども、あのー、今後、復活させていただきたいというふうに私は思うんですけれども、そういった検討、そういったものができるのかどうか。 について伺いたいと思いますけれども、執行部の答弁を求めます。福支課長荒木君、ただいまのご質問にお答えいたします。まずあのまあ購入補助のですね復活というところもありますが、繰り返しになりますが、あのまずは対象となられる方々。 現時点では、比較的自立度の高い要支援1、要支援2相当、またその状態に近いといわれる総合事業対象者の方たちのまずご要望、ニーズも把握した上でです、ね、いかんせん、他の事業との優先度もございますので、それも含めて、まずは精査させていただければと考えております以上です。 他に質問ありまませんか 1> 1番亀崎君、はいた、えー、ただきましたあのちょっと設立の経緯で、えー、伺いたいんですけど、あのこの設立にあたってなんですけれども、先ほどコロナの喪失とか、また、えー、住民アンケート、令和2年に養子園1から要介護1の方の認定者458名に対して、まあ、アンケートを実施されたと。 まあこの補助金創設については、そのアンケートですとか、コロナによる社会情勢等々を踏まえたところで、町独自で考えられて、講じられたというふうに理解すればよろしいでしょうか執行部の答弁を求めまます福祉課長荒木君たただいいのご質問にお答えいたします。 先ほど町長の答弁にもありましたようにです、ね、新型コロナウイルスの影響のある中です、ね、まずはそういった高齢者の通いの場の減少等もありましたので、再三繰り返しております高齢者の方々のニーズというのをまず把握しようということで、令和2年11月にアンケートを実施しました。 シニア化のようなです、ね、交通手段があればというような回答もあったというところで、まず一旦ニーズを把握をさせていただきました、それが令和2年度になります、でその中で、令和3年度にこういった有効な財源があるというところで、コロナ交付金というところで、まあ、時系列に申し上げますと、令和3年度の6月に補正予算、 を計上させていただきまして、えー、本事業の実施に至ったところでございます。以上です。他に質問ありませんか。一、はい、番亀崎君。はい、えー。まあこの創設に当たっては、えー、役場執行部の方がまあアンケートを通したり、またさまざまな町民の方々のですねご意見をい、えー、伺いながら、えー、その時の補助金等をうまくこう活用されて。えー 主体的にこう取り組まれたというふうなところで理解をさせていただきたところでございます。あのちなみになんですけれども、まあ、令和2年では458名というふうなところで、その幼稚園1から要介護1の方々がおられたというふうなところでございましたけれども、現段階で養子園1から要介護1の方の人数というのが分かれば教えていただければと思います。 執行部の答弁を求めます福祉課長荒木君、えー、すみませんあの、ニーズを改めてこうアンケートを取ったという事実はございませんが、えー、実際あの、現時点で対象となられる方ですが、えー、当初、令和2年度は458名、養、え、子、ー、園1、養子園2が 該当になられる方が183名、要介護1の方が227名の410名、現時点では9月時点ですけど、389名と、やや減少傾向にあられます、ただ、先ほど、比較的自立,自立度の高い相互事業対象者まで含めますと、455名の方が対象になるのかなと思っております。 ですので、あの比較的数字に大きな差異はございませんので。こちらとしては潜在的なニーズは同程度であろうと。いうところを推測しているところでございます。以上です。他に質問ありませんか。はい、一番亀崎君。ええ、はい、答弁いただきました。あのー。まあ、とと、これ伺ったのはですね。えっ、ー、と。 介護を必要とされる方が、さまざまな国からの支援を受けられておられると思います。えー、その中にです、ね、まあ、そのシニアカーといいますか、そういったあのお歩行手段となるもののです、ね、レンタル補助っていうのもあるかと思いますけれども、えー、大体どれぐらいの区分で受けられるのか、またその補助率っていうのが分かれば、教えていただければと思います執行部の答弁を求めます。長福荒木君 たいまのご質問にお答えいたします介護保険制度をご利用しての本シニアカの利用となりますと、本来このシニアカが日本語で車椅子電動車椅子というふうに記載がありますが、もともと車椅子から波及したものでございまして、もともとは要介護2以上の方を対象としております。現時点でもこの区分は変わっておりません。ですので、要介護2以上の方であれば、 あその方の収入にもよりますが、あ1割から3割、えー、目安として、えーまあ、メーカーだったり、選ばれる品目で変わりますが、あ約月2000円前後と認識しております、えー、のご負担、1割の方で、ですね、えー、その月々のレンタル料を支払われますと、介護保険制度で利用できるという状況でございます以上です。<laughs> 他に質問ありませんか。一番亀崎君。はい、えー、答弁いただきました。えー、まあ、要介護二以上の方が該当するということで、まあ、車椅子。等々が、から波及して、こういった、えー、補助の中身になっているということでございますけれども。まあ、もう、車椅子に乗る、まあ、要介護二以上の方ってなると、結構、あの。えー まあえーまあ、手足がままならない方とかいう方がこう入ってくるのかなというふうに思っているんですけれども、あのー、私がですね思いますのは、まあ、今回、えー、以前、町が設定されてらっしゃったのは、要支援1から要介護1の方々に向けてです、ね、シニア科の補助というような方で、まあ、比較的、要介護1以上、2以上の方ってなってくると、まあ、 えー、重症度の高い方が出てきますので、そういう方々よりも比較的、えー、軽度の方がご利用いただけたというふうなところでございますけれども、私はです、ね、この、えー、レンタル補助、まあ、あの国は要介護2以上というふうなことでございますけれども、えー、例えば、養子援1から要介護1、まあ、そういった方々がです、ねえー、まだ車いすじゃなくて、このシニアカーを利用して、 例えばお買い物に行ったりとか、お友達のところに行きたいというふうなところでの,、まあその購入するにしてもです、ね、なかなか年金生活で非常に購入するのに、30万円出すのは難しいというふうな方もです、ね、まあ、町が補助していただけるなら、半分でも出していただければ、例えば先ほどだと月1万円ぐらいかかるものの、5000円ぐらいの負担でいいとか。 要介護2以上だと、まあ国のえー個人、国の負担もありますので、個人の負担が2000円というふうなところでございますけれども、要支援1から要介護1までの事業についてはです、ね、方たちについては、町独自で、えー、取り組んで補助ができないかなと、そのレンタカーのです、ね、補助ができないかなというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。 執行部の答弁を求めます。<上>福祉課長荒木君。はい、えー、例え、ただいまのご質問にお答えいたします。えー、購入補助になりますと、まあ、二分の一であってもですね。ご本人様のご負担がまあ、十五万円。で。 当時のシニア化よりも金額の方が上がっているという情報も入っておりますのでかなり負担感はあるというところでのリースが可能かというところだと思いますがリースになりますとそれを管理する事業所なり団体町で管理するがいろいろございますが実際そのリースをしてそれをきちんと。 安全面も考慮して貸し出し事業ができるのかというところもありますので、お、え、そ、ー、らく全国的にも珍しいケースになるかと思います。ただ、県内1か所あの実施されている市町村もあると認識しておりますので、えー、まずはあの繰り返しになって申し訳ございませんが、あーニーズの把握とえ持続可能かというところのですね、精査をまずさせていただければと考えております。以上です。 他に質問ありませんか。一、はい、番亀崎君。はい、えー、答弁いただきました。あのー、まあ今回ですね、えー、シニアカーについてですとか、えー、ライドシェア、それから高校生の通学補助、まあそういったものについてですね、ご質問の方させていただきました。あの名古屋町地域公共交通計画を作成された時のアンケート結果では。 をです、ねまあ、十分に執行部の方では踏まえながら、町民が利用しやすく、そして財政的、時間的に負担の少なくなるような制度構築をされていくことを、切に願っております。 ぜひです、ね、今回提案させていただいたことをです、ね、念頭に職員の皆様方には一丸となって取り組んでいただき、時間もございませんので、一番議員、亀崎の質問をこれで終わらさせていただきたいと思います。長時間にわたりましてご視聴いただきまして、誠にありがとうございまますありがとうございました以上で、亀崎議員の質問を終わります。